今日はですね、とても珍しいというか、みんないつも珍しいんですけど、歴史を垣間見るようなそんなおもちゃです。タイトルはですね、新満州です。まず箱から見てください。どうですか、この箱は。ここに新満州って書いてありますよね。おそらくこう自動車レースみたいなイメージなんじゃないかな。そして満州国の国旗があったりですね、ここには戦車、装甲車だとかね、それからどうですか、こう日の丸の旗をたくさん振ってる人がいたりだとか、まあ本当にこの箱からしてすごいなと。2台の車があってですね、ネジを巻くとですね、その車が弾いて、動くわけですね。この満州国の旗がこう振られている姿もすごいなと思います。さあ、このプリントのすごさですね。このプリント見てください。この細かいプリント、もうここまでするかというぐらい細かいですね。どうですか、これずっと。それからですね、ここの部分ですね、建物があって、どこも手を抜いてない、そんなおもちゃですね。まあ、このおもちゃが作られた時代背景だとかをね、また知るといろいろ勉強なんじゃないかなと思います。やはりおもちゃは時代を映す鏡ですよね。皆さんもおもちゃを見ながらね、なんかその時代をちょっとこう振り返るといいかもしれません。また次回お楽しみにしてください。